こんにちは。お疲れ様でございます。まあ、億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですかっていうね、たった一言、本当に何気なく、まあ、正論といえば正論ですよね。まあ、それを投げかけたところ、まあ、ここまでね、いろんな方面に広がって引っ張っていくっていうのは、なかなか他の方ではないできないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そのぐらいね、このキーワードっていうのは、あの、多くの人にとってみては、そんなに気に留めることではないですけども、 いやね、返すがですね。これはね、深掘りしようと思えば、いくらでも深くなるなと思いますね。いや、おかげさまでこの、まあ、学びが多いですよ。あと、堀江さんの、なんか、それ、なんか意味あるんですかみたいなねあの。はっきり言って、意味がないことだらけじゃないですかね。うん。まあ、意味の割合にもよりますけども、例えば、地球の裏側で何か大事件が起きました。それを知ってね、わあ怖いわ、とかね、大変だと思うじゃないですか。でも、意味ないですよね、と。 直接あなたの生活に意味ないですよねってことなんですよ。ただ意味をもたらそうとしたら、まあ世界のどっかではこういうことがあるんで、日本っていうのは良かったねって思うか、そのうち日本もそうなるかもしれないから今のうちに準備しておこうかなっていうふうに、その情報とかエピソードによって自分がどのように意味付けするかっていうことなんですよね。意味付けしなければもう無意味なんですよ。まあなんせね、いろんな話を聞いたところで、それはその人の問題でしょって言えばその通りなんですよ。ね。いくら億万長者とし参加して、 億万長者になれるんですか100人が100人とも億万長者になれるかそれを聞いてるのかそれともね100人中1人でもなれるのかっていうその確率の問題かと思ったらそうでもないわけでしょ。で結局億万長者になろうとする人が億万長者合宿に参加してそこで得たことをもとにさまざ、あ、まなアクションを起こしながら時にはね億万長者合宿の動画を見てああなるほどなと思いながらそこから取り出したものを学んでいくかもしくは反面教師にして別の方向で学びとして活かしていくかってことさまざまな。 打つ方策はあるんですよねでもやっぱり億万長者合宿にこう気が付いてね億万長者合宿に興味を持って動画を見たんだけどもでも億万長者合宿のエントリーはしなかったっていう人もいればねじゃあその人が億万長者合宿に参加しなかったから億万長者になったのかならなかったのかやっぱりその人の問題になってくるわけですよ。で億万長者合宿っていう材料を使ってその他のいろんなものも使いながら億万長者になろうとしてる人も いたかもしれませんし億万長者合宿の参加だけで他のこと一切せずに何の接点も他者と持たずに億万長者になれたのかもしれないですよねだと億万長者合宿に参加した人の中でじゃあ参加者同士で成立してみたりとか他の参加者が売ったものを買ってみたりとかってできるわけなんですけどもそれすらしないわけでしょ億万長者合宿の中にこう参加者がね何名かいましたけどもその人同士でのやり取りビジネスも行われてないしジョイントも行われてないのに一体何をどうするんですかって そこで億万長者合宿っていうカテゴリーに入ったいわゆるまあ波長が合う人がそこにいるわけですよ。でその人たちとことを起こさずに何をやっとるんだって話ですよね。でそこにすら参加しない人がじゃあなんか億万長者合宿っていうものがあることを知ってどうだったでしょうかと。他の億万長者合宿みたいなじゃあグループとかに顔を突っ込んでそこにもね参加したら億万長者になれるんですかって管まいてるのかそれとも世の中に億万長者にしてくれる人なんていないって。 っって思ってじゃあ自分がやっぱりやっていくしかないなと思うのか誰もしてくれないから自分でもやらずにそのままの暮らしをね続けるのかねさまざまですよねまあ少なくとも金持ちになろうと思えばなれるし思ったことを行動に移せばなれるし行動が結果を出すレベルまで高めていけばなれるしっていうことじゃないですかねどこで自分の歩みを止めるかだと思うんですよまあ本気でね金稼いでいいでかないと 何も解決できないっていうことに気づけば稼いでいけると思うしねうんでお金以外の方法で解決することがねできるんだったらそれを選択するのもいいと思うんですよ例えばもう諦めるっていうのも一つの選択だと思うんですよもう金持ちになるのは諦めてまあ時給1000円で働こうかそれでもその中にも幸せはありますからね何もね今思ってて金が手に入って何でもかんでも好き勝手できるっていうのが幸せだと思ったらそうでないかもしれないんですよその人にとってはねうんまあだからねもしかしたら 無料の情報とか動画とかね画像とかを見て面白かったって人生がその人にとての充実かもしれないですね、うん、でもやっぱり好きな車に乗ってみたりとかなんか動画を撮る旅をしてみたりとかいろんな人に出会って稼いでよかったねとお金を払った人はどういう風になったのかなあーやっぱり満足度高かったねもしくはあ失敗したよねこういう商品出しちゃいけないよねみたいなことねいろんな気づきの中でそれを自分の喜びと捉えるからもう人様々ですからね。 うん、ただ、金が欲しければ一生懸命働く、それだけでいいんじゃないかなと思うんですよ。<laughs> 一生懸命働くというね。うん、だからここになるべく働かずにたくさんのお金をもらおうっていうことを考えるから、いわゆる世の中に溢れているハローワークとか求人情報の中にはそういうのないですよねってことなんで、そうじゃないルート、まさに億万長優合宿を目に留めたんじゃないかなと思うんですよ。でも、億万長優合宿みたいに、最初はコツ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 暗中無策でやるんだけども、そのうち、まあ、 吉田さんとか私みたいにねこういう暮らしはその向こうにやっぱあったんですよとやってる時はもう一心不乱で時にはねもう投げ出したい時もあったけどもなんかこう5年10年それ以上というふうにやってきて振り返ってみたらあれなんかいつの間にかネットだけで食ってるじゃんみたいな、ね、なんか気づくぐらいの感覚ですよねネットで食ってやるっていうのは原動力だったんですけども作業やってる最中はなんかそういうことを忘れてるなんか粛々とこなしてたような気がしますよそれこそうん,なんかね 一つ一つのタスクを、ああ、これも終わった。こっちもやっと終わった。こっちも終わったみたいな感じでこなしてるうちに、わわ、眠くなったら寝よう。起きたな。今日のタスクは、ああ、またあるわ。みたいな感じでやっていったらね、なんか、ここに来たみたいな感じですよね。<laughs> うーん。まあ、なかなかね、私は結構、毎日麻雀やるより良かったなと思いますね。だから、この暮らしになって、麻雀に興味が全然わからなくなりましたねうん。そもそもね、麻雀なんかに人生を奪われちゃいけないなっていう。 マージャンに対するバカバカしさとかねマージャンに対する無意味さばっかりがねあの際立っていましたでもマージャンを一生懸命やった時ってのはこれをなくしての人生はないと思ってましたし音楽に打ち込んでた時もこれなくして人生はないと思いましたし今はね音楽なんて別にちゃんとらおかしいやって感じですよね人がやってるのはね熱心に応援したいと思うんですけども自分自身でじゃあ楽器を手に取るかって言ったらね取らないですね今まあ三味線はやってますけどもねうん当時とはだから 年齢も変われば世の中も変われば自分もそれに合わせて変わっていくってことなんじゃないかなとだから変わり続ける時に過去の一部分をこれ切り抜いてね意味を論じるのは、まあ、これまたね楽しいことかもしれませんけどもそれこそ何か意味あるんですかってことになりますよね <laughs> うん目線はいつもねあの一歩先とか二歩先に向けていきたいなと思っておりますそれじゃあまた